試合の出だしでやっぱりディフェンスをしっかり締まって一桁に抑えたということとオフェンスもボールがしっかり動いた中で、チームとしていいバスケットが表現できたのが一番大きかったなというふうに思います。そうですね、出た時に自分の仕事を帰ってきたっていうその、その仕事がそれぞれ違うのはあるんですけれども、その仕事をやってきたっていうところでベンチに帰ってきてる感があったので、そういう意味ではもうそのトーンをずっとこうセットしたまま、ある程度試合を進めることができたのが一番大きかったなというふうに思いますし、それを自分が何の仕事をすればいいんだっていうのをしっかり今日は、それぞれが確認しながらプレーしたのがすごい良かったというふうに思います。もちろん2人のバスケット IQ とそのバスケットスキルがうまく合わさってチームのシステムの中にストンと今入った中で、周りもしっかりサポートしてますし、自分たちも思いっきりチャレンジしている中で本当にチームとしては武器が増えていると思いますし、周りもしっかり自分の武器で勝負できるようになってきていると思うので、いい相乗効果だというふうに思います。はい、新年明けましておめでとうございます。ホームゲーム、新年初のホームゲーム、応援ありがとうございました。皆さんのおかげで、最後までしっかり戦うことができ、新年最初の試合を勝利で飾ることができました。また明日試合がありますので、しっかり今日なぜ勝ったか、何をして、自分たちはいい、バスケットができたっていうところをもう一度確認しながら、明日もう一つ勝利を収められるように頑張っていきたいと思いますので、明日も皆さん共に戦ってください。 GO! ビーコー!